エスティボのバラクラバです、はい、北海道のスノーボードはもう必須アイテム。いやもうこうつけるんですよね。苦しそうな感じでびったり。太ってっからさ。ムラスノーおすすめコーナー。お前何顔のむくんでんの直してんの。いややっぱ昨日飲んじゃったんで、うん、やっぱ飲むとむくむんで、うん、やっぱモニター越しというか見てる人はやっぱむくんでるボリ見たくないと思うんで今、はい、ビシッてやってたけど、はい、むくんでる。それもう体 の, あの症状ですよね。太ってるんですわ。でも痩せたよね。いや太ってるんですよ。100、2、3キロあるんで、うん、この前聞いた時ギリ言ってなかったんだけどね、はい、もうパパーンとしゃぶしゃぶとすき焼きで、しゃぶしゃぶとすき焼きで、うん、もうしゃぶしゃぶ油落としてくれるっていうかバンバン食べて太らないって言われて。それ調べたっけ、油がもう水分に含んでるからあれ油を飲んでるって、はい、いやでもねちょっと肉食いすぎだね。肉いっすね。おお乗ってんじゃんお前今日。今日やっぱ言ってるんですかね。恥ずかしい。いいか、そんなんじゃない、そんなんじゃない。今日商品紹介したいと思います、はい、今日紹介するのはこちらですね、うん、エスティボのバラクラバです。はい、松井さんもスノーボードするときバラクラバつけてますか。いや、あのつけてたりつけてなかった。俺このエスティボのブランドの今使ってるやつ、あの違うやつも使ってる。あー、フードウォーマーも使ってる。でも前まではこれ、僕もバラクラバ使ってる。完全にこっちですね、うんうん、顔冷たくなったらもうやる気なくなっちゃうんですよね。いやわかる、痛い痛いってなっちゃうじゃないですか。痛いなるね。痛い痛いなりますよね。そういう時にこれをちょっと今僕つけてみます。うん、大丈夫、これ大丈夫です。サイズサイズ、うん、うん、こうつけるんですよね。ビリッガリくっついてるのが苦しそうな感じでびったり。太ってっからさ。太ってない人は大体ここ余裕できるんですけど。お前全部そうよお前。で、ゴーグルここにつけると思うんで、うん、大体は顔隠れるんで、やっぱその保温性、うん、そしてこのエスティボのやつはあの光電子っていうやつを使ってまして、うんうん、松井さん光電子は、いやこれねすごいですよね。あったかくなる、はなんていうの、発熱する、はい、素材なんだよねこれがね。でやっぱりそのスノーボードやってる時って俺ほんと寒がりで、はい、首元がもう全然あの暖かいのと寒いので全然やる気が違うから、でこれつけてたらもうテンション上がります。光電子っていうやつがもう遠赤外線を出しててしっかり保温してくれるので、そのスノーボードしてる時にその寒くて痛いっていうのがなくなるなと。なのでこれはもう北海道のスノーボードはもう必須アイテム。いやもうさね、まあ寒くて痛いっていうの北海道以外分かんないと思う、ね、分かんないと思うんですよ、うん、本当に感じてほしい、痛い痛いってなっちゃうんで、うんね、今日とか絶対痛いですもんね。痛い、今日ダメよね。そういう、これでもなんかちょっと変わった感じじゃない、形、はい、後ろとか形変わってて、今年からなのかここ、うん、穴開いてるんですよ、見えますかね。これ何用の穴なの。これはですね、うん、女の子、髪の毛長い方がここから出しちゃおうと、髪の毛出しちゃおうと。おしゃれ、おしゃれです。あ、でもそれはちょっといいかも、はい、これ被った時の後ろから髪の毛出した映像がこれです。これですと、そうですね。これこれです、うん、これ見たことあるね、見たことあります、見たことある、誰か。最近出まくってますね。出まくってる。基本出てる、基本出てます、多分まだまだ出そうですよね。なるほど、まだまだ出ると思う。なるほど、なるほど。これを今回プレゼントとして紹介したいなと。お値段がもう3900円プラス税で、なるほど、今紫スポーツどの店舗でも売ってます。なるほど、エスティボのバラクラバ、はい、そうです。うん、いいね、はい、色はこれ一色、色は一応ブラックだけですね。なるほど、十分、はい、十分です、うん、十分。なるほど、これね、あったかいんでね、ぜひ使っていただきたいなというふうに思います、はい、ぜひ紫スポーツで購入していただければと思います、はい、じゃあ、久々に、なんかこれで、ね、うん、大丈夫、それ畳むの上手っすか。いや、くるんだね。、うん、じゃあ、そんな感じで。以上、ムラスポおすすめコーナーでした。でした、確かにね。でした、確かにね。合わせなくて。チャンネル登録、僕もチャンネル登録、みんなチャンネル登録、イエーイ、イエーイ、オンチャンネル登録。